ヒルゼン、ベアバレースキー場は、岡山県北部の真庭市ヒルゼン本カヤベにある、真庭市のスキー場である。平成9年より、株式会社グリーンピアヒルゼンが管理、運営を行っている。与那五道のヒルゼンインターより、約5分と非常に交通アクセスの良いスキー場である。また、営業期間中は、曜日を問わずナイター営業している。全面スノーボード滑走家。 センターハウスにレストラン、ショップ、トイレ、休憩所に自動販売機コーナー、喫煙所、トイレ、センターハウス南側にキッズパーク、ゲレンデ西側に、そり遊びのできる、斜面あり。ロックバレーコースリフト側にボードパーク解説、キッカー、レール、ボックスなどを無料で使用できる。また公式施設として、スキースノーボードのスクール、SAJ 公認ヒルゼンスキー学校、 スキーボードウェアのレンタルショップ、ベアバレーレンタサービスもある。2009年12月より、ベアバックコースに、タワー型人工降雪機10台設置し、近年の降雪量の減少に対応している。2011年には、キッズパークに、スノーエスカレーターを設置し、お子様用の反り遊びに対応している。2015年に、ゲレンデ東側に、第2ペアーリフトを増設し、 混雑の軽減を行った。2017年には自動改札を導入している。マニワシヒルゼンベアバレースキー上場条例。ありがとうございます。